それでは、ニッチについて解説します。ニッチとは、ある生物が野外において必要とする環境条件のことです。厳密な定義についての議論は、高校生はあんまり気にする必要がない。まあ、大雑把に考えて、その生物が野外で何食ってるか、どこに住んでるか、そういったものをニッチというんだと捉えておこう。そして、 ニッチの重なりが大きいほど主観競争が激しくなると考えられています。例えば A と B という二人の人がどっちもショートケーキが大好き。そしたらショートケーキの奪い合いは激しくなりそうだよね。それと同じように同じ種類の餌を求める二つの種、もしくは同じような環境に住みたいと思ってる二つの種、それらの間の 主観競争は激しくなりそうだよね。また、競争が起きた結果、二つの種が共存できなくなる現象を競争的排除と言います。どちらかの種が絶滅してしまうんだね。これはちょっと発展だけど、二つの種のニッチはこのように表現できます。例えば、種。 A の求める餌のサイズはこれくらい。活動できる気温はこれくらい。種 B はこれくらい。この四角が種 A、種 B それぞれの日地を表しています。そして、それらが重なるところでは競争が起きます。例えば、同じ食べ物を食べるゾウリムシ A と B を一緒に培養したときに、どっちかが絶滅レベルにまで減少した。 一方、別々な餌を食べるゾウリムシ A と C を一緒に培養したら共存できた。この場合、ゾウリムシ A と B という二つの種の間で主観競争が起きたと考えることができます。食べ物などは生物にとっての資源とみなせます。資源の利用の仕方を表したグラフを資源利用曲線と言います。 1> 丸1のように、種 A と B の資源の利用の仕方が似ている場合は、激しい主観競争が起きて、どちらかが絶滅することがあります。丸2のようになっているときは、A と B が共存できる場合が多いです。例えば、A さんはショートケーキが大好き。B さんはチョコレートケーキが大好き。A さんと B さんの間では、競争は起きないよね。 喧嘩は起きないでしょそれと似たようなイメージね。はじめは同じ資源を要求していたけど、時間が経つとともに利用する資源を分けて共存するようになること。これを日地文化と言います。食い分けや住み分けなどの日地文化によって競争関係にある種でも共存が可能となります。 食い分けとか住み分けはざっくりとしたイメージを捉えておけば大丈夫です。これが食い分けのイメージ。二つの種が違うものを食うようになる。例えるなら、あ、あいつはショートケーキを選んだな。じゃ、俺はチョコレートケーキを選んで喧嘩を避けよう。こういうイメージ。これが住み分けのイメージ。生息地を分け合うイメージ。例えるなら、 あいつはベッドで寝るのか。じゃあ俺は畳に寝ることにして喧嘩を避けよう。そんなイメージ。競争がない場合を想定した日置を基本日置。他種との競争により狭められた日置を実現日置と呼ぶことがあります。例えば、B 種のザリガニは A 種がいない環境では小石が広がる環境を好みます。 だけど、やっぱり小石が広がってる環境を好む A 種がいると競争に弱い B 種は砂利とか泥の方に移っていきます。そうやって B 種が移動することで2種のザリガニ、A 種も B 種も共存できるようになります。A 種がやってくる前の B 種のニッチが B 種の基本ニッチ、A 種が来た後のニッチが実現ニッチだ。 ベッドでも畳でもどっちも寝れるよ。だけど、ベッドの方が好きだなーって感じだったのが、A 種が来ちゃったもんだから、ああ、もう畳でしか寝れないやって感じだ。また、鳥や昆虫などで別な種がいると、くちばしや大顎のサイズが変化するような現象が知られています。これを形質時間と言います。 このような変化によって餌の競合が避けられていると考えられています。では、お疲れ様でした。もう一度復習してみてください。